皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年2月の20日、15時53分、まあ他の動画で述べてますので、一応12月の29日、佳子さまの誕生日の日に、12時ぐらいをめどに、まあ、その近辺のところで正式な時間とかが出てくるか、もしくはそれまでに佳子さまとお会いできていれば、まあ、その今年のその赤坂御所へ行くっていう話もどうなるかわからないんですけども、一応今のところの予定は、12月29日赤坂御所へ行くと、まあ、佳子さまの誕生日の日ですね。で、8月9日僕の誕生日の日ですけども、一応フルーツラパークに行ってみようかなと思っています。でそちらの方もそれまでに淡井圭介の結婚話とかがその問題解決がされていたら、8月9日はどうなるかはわからないです。もしグレイの皆さんとかビーズの皆さんとか来てくれて目星つけてるよっていうことがあるんだとしたら、まあそれ期待込みで行くかもしれませんけども、一応そういう呼びかけをしておきます。やっぱり深いため息になりますね。まあ、河川水門開始したも発電、地下水路トンネル発電も今のところ全く見通しついてないんで、まあいろんな呼びかけはしてますけども、まあ佳子さまの方が、まあ国家公務員ですから、まあ河川水門開始したも発電、地下水路トンネル発電の件で僕に会いに正式にでもいいと思うんですけどね。一応それは他の動画でも呼びかけてはいます。国会議員の方たち、内閣の人たちにその行事予定を組む分、それは天皇陛下だけでしたっけ、どうでしたっけ、皇室の方たちのどこまでの範囲でしたっけ。まあ天皇陛下はその政治に関わってはならないという法律あるんですけども、他の宮家の方たちが政治に関わってはダメだっていう内容はないんですよ。ないです、本当に。だから、成人さんも皇太子殿下の頃にフィリピンの方にその地下鉄を通したりする工事とか行ったりしてるんですよ、現場。ヘルメットかぶって、現場入って。だからそのエネルギーの残存量問題とか、そういうことをきちっと考えていくと、みんな電車バス等法の話になるんですよ。車というものがもともと本当はいらなかった。あと他にもいらないものいっぱいありますけどね。個人所有のヨットとか。もうさ、そういうものが本当にいらない。どうせ遊びでしか使わないから。まあ、もっといらないが、いらないものが、ジェットスキー、水上スキー。まあ、いっぱいあります。いろんなものが。まあ、今回の動画は、もうこれぐらいにしておきます。まあ、2020、私は誇りもなくみたいな形。見える人には見えるんでしょうけども、まあ、12月29日、まあ、佳子さまの誕生日。一応、けど佳子さまの文言は、30歳までに結婚したいですよね。推理みたいな形で僕からこの物事を見ると、まあ、佳子さまはと、はっきりと僕と結婚をしたいというような文言に関して見たことはないんですけども、それに近い内容っていうのはいっぱいある。で、30歳までに結婚したいということであれば、その前日が最終日ですから、去年行った時に会ってくれたらっていうことにもなるし、やっぱり、いろんな意味込みで、僕と結婚したい、したくないに関わらず、僕と佳子さまを合わすのを拒んだ人間が、結婚妨害をしていたっていうことに、まあ形式的にはなりますね、結果的にも。だから合わせてあげて解決して、そこで区切りっていうものを作らなかったら永久に会えなくなるでしょう。だからそれがあるから、その他の宮家の方たちで
40代ぐらいの女性の方たち2人いらっしゃって、お二人ともご結婚されてましたっけ？結婚されてない方いらっしゃいましたよね、確か。だからその人たちとかも本当はもともとそういうところまである程度話進めた人で、まあ実質的な関係はなかったとしても、訪ねに来た人、宮内庁の人たちが追い返してたんじゃないですか。それしてしまうと、一般の会社でもそういうふうな傾向が出てしまうんじゃないですか。そういうふうな人たちが来たら、来ても、あ、追い返しとけばいいとか、業務と関係ないからとか。例えばそれダメだったでしょ、裁判で。もう判例があって。ちゃんと対応しなきゃならなかったはずでしょ。だから真面目の方向性が間違えている人たちが多いんじゃないですか。人助けすることが社会に出ることっていう定義をまずしっかりと持ってるのかどうかだと思いますよ。我がのお金稼ぎのために働いても、それはかっこ悪いことであって、良い行動ではないっていうことを分かっているのかどうか。自分のチョイス一つ一つ、その選択肢によって多くの人は不幸になるのかならないのか、こういったことを分かっているのか分かっていないのか。まあ、バンバンカジノとかの件に関しては、まあ、結局自民党の人たちですからね。やっぱり分かってないとしか言えないです。以上です。一応8月9日の件と12月29日の件、なんかやばいっていう声が聞こえてきてるんですけど、まあ一応言っておきはしますけども、まあ直前になって、まあ僕もまた動画で、どうするのかは、お伝えさせていただきたいなと思います。まあそれまでに佳子さんと会えたらいいんですけどね、その、唐突に現れるパターンでさ、僕の家とかに来たりとかはしたのに、もうわけわかんないです。何のために電話ができたのか。電話という簡単なものがあるのに、まあ、ある程度の声と内容と、その後の動画で、いついつ電話かけてきましたで、本人確認はできるから、未来からの時間軸の声がけで。もう電話でいいんじゃないですか。っていうのもあります。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあまあ会いたいといえば会いたいですけどね、会って話し合った方がいいのはいいと思います。確実ですからね。